はい、どうも、ジョブチ TV です。今回もウィニングエレマブリー2019やっていきましょう。ということで、今回もサムネの通りですね、視聴者スカッとということでですね、おもちゃ TV の方にですね、キタインさんという、まあ、ツイッターのね、方から、まあ、こんなね、メッセージいただいたんですけれども、シメオネの4231で、3CM の中央プレイメーカー、サイド BTV、で、ダブルアンカーで、まあ、一度、やってみてくださいと。で、守備が硬くてカウンター刺さるので、みたいな。で、これはオリジナルスカットです、みたいな。肝心なメッセージをいただきまして、まあ、人それぞれね、結構そういうなんかまあ自分独自のというか、はい、これでうまくいってるみたいなスカットがあると思うんですけど、まあ、コメント欄でもねちょくちょくそういうの教えてもらうんですが、はい、まあ、今回ツイッターの方からツイッターの、ね、DM で教えていただきまして、おもちゃ TV の方でもですね、まずシメオネ監督の4231、うん、まあ、442がね結構シメオネって多分使ってる方多いと思うんですけど、4231で、真ん中ですね、だからここで言うと、ファビアン・ルイスを要はプレーメーカー、うん、そしてサイドマテウスとネドベトのところ、ここを BTB にして、で、後ろのこの2枚ですね、シミオネの。ここをダブルアンカーでね、やって作ってみたんですよ、実際おもちゃ TV。で、これでやってみて結構強かったと。そう、これがですね、教えていただいて、実際に実践してみたんですけど、うん、結構強くて、で、やっぱりね、シュタインさんが言う通り、結構守備が硬くて、うん、で、そのしっかり守ってからカウンター、っていうところも出てたんで、まあ、ちょっとね、その方のツイッターの方もね、そう、概要欄に載せとくんで、はい、リンクね、載せとくんで、ね、というところなんですけど、まあ今回ね、これが結構良かったということで、そうですね、まあ、皆さんもね、もしなんかおすすめの、はい、なんかまあその使い方とか、うん、褒めとかがあればですね、ぜひコメント欄に書いておいてもらえれば、まあ、紹介させてもらうこともあるのかなと思うんですが、ね、まあ、今回こんな感じでね、そう、一応やっていくよということで。結構まあプレイメーカーまあその中央に置いてるんで、まあ、ここら辺は下がってきて、まあ、トップとの距離とかはちょっと気になるところもありますけど、うん、まあ、マテウスとかね、ネドベドがボックスでボックスで上下するんで、はい、そこら辺絡めて、攻撃していくと、まあ、結構守備も硬そうだし、そうだね、うまくいきそうな感じはするんで、ね、はい、非常に楽しみですね。まあ、一応ベンチもですね、要は控えで調子が悪かったらプレイメーカーのモドリッチを置けたりとか、うん、あとボックスとボックスのビダルとかアランとか、まあ、悪くても変えられるようなベンチがメンバーも、まあ、ベンチがじゃない、ベンチメンバーをね、連れてきてるんで。アンカーも一人ね。そう。早速ね、こちらでね、1試合ちょっと見ていこうかなと思うんですが、まあそうですね、調子はね、ノイアイがいい、いいということで、相手の方がですね、これは軽くありますよ。ロナウド、サラー、そしてマネ。しかも面白いですね、相手の方もグエン・ドゥージー、そしてエンゾンジー、WDM で1枚 CM のベッカムという。ベッカムの DMF じゃん。ベッカムは CM だ。あ、なるほど。だから要は2枚はアンカーを置いてて1枚ベッカム感じなんで、結構相手の方は面白い方なんで、ただ、ね、前線は結構火力のある、うん、クロックなんで、まあ、この相手にね、しっかり守備から入って、まあ、カウンターを突き刺していきたいというところなんですが、さあここサイド行かれてベッカムここ対処して、おい、あーっと、あーっと、これがね、ボール取ってるんですけど、ぶつかっちゃってね、サイドにちょっと1点決められちゃったんですけど、まあ、これはさすがにしゃあないかなと。あそこのね、取り切る取り切らないのところが、ちょっとどうしても判定がね、うん、まあちょっと運っぽくなっちゃってるんで、まあしょうがないところはしょうがないのかなっていう感じですね。なるべくああいうのが起きないような感じのところもするの大切かなと、そうだね、言ったところで、ただ攻撃はね、こういう感じで、まあサイドもやっぱうまく使っていくっていうところなのかなと。そうそうそう、思うんですが、ここ。マテウスで、こここねて、ここもこねて、ここはね、さすがに出すとこないですからね。さあ、ここ。ネドベト。ネドベト、ここ打てないけど。マテウス。よくあの遠いとこから入るな。この、おもちゃ TV、要は、あれなんですよね。ボックスボックス誰置こうかなって思ったんですけど、うん、まあ、割かしボール持ってて、運動量があるとマテウス、うん、今回ネドベトを採用してるところです。プレイメーカーは、まあ、最近気に入ってる、やっぱファビアン・ルイス、うん、置いてるといった感じです。いやっと、危ねえ、危ない、モイズキン。さあ、ここ奪って、カウンターですね。ネドベトを奪って、さあ、ここ。ネドベトもう一回で、マテウス、ムバッペ、そこを広げて一回サイド使いましょう。ルーベン・ディアスとかこのサイドバックをちょっと結構使う感じかな。はい、ね、もう一回ルーベン・ディアス使って、さあここマテウス、ブエンドゥジ、エンゾンジ、ネドベト、さあここターン溜めて、こう逆までバリオス、バリオスもう一回、おお、よく通ったな。ここでネドベト、よく通ったな、あのパス。はい、相手の足にかかりそうでしたけどね、うん、まあ本当にね、要は一回も相手にこう触られることなく、うん、ゴールまで行けたという、
結構要はボール奪ってから一回左で作ってもう一回右にこう来た。カウンターが怖いですけどね、あそこまでちょっと両サイドこう参加させちゃうとね。来たというところで守備の堅さも見せていきたいと。ナイス、マリオスここ奪って簡単に奪って、さあ落としてエンゾンジ、うん、ここ外、さあここカウンター、ムバッペでえぐって、いやここ当たるんかいと。クロスでもよかったんかな。でもここ見てもらえば分かりますけど、やっぱアンカーでもさすがにね、上がってきてるからね、めっちゃ。だから要はあそこをやっぱり上がっちゃうとこは上がっちゃうんだなっていう感じで。中の硬さ、やっぱりネトペトがでもやっぱりサイドのところ、うん、やっぱ下がってきてるね。お互い補完し合ってるのかなっていう感じはしますね。さあここでバッペ、ここ入って、もう一回外か、そしてルーレット入れて、マテウスか、よく残すなお。ここでファビアン・ルイス、ここが来るやた、決めていくといった感じです。やっぱりそのボックスにしてる分、めちゃめちゃ縦横無尽に走るんで、守備時は結構ネトベトが低い位置まで下がってますし、攻撃時は攻撃時であえて入ってくるんで、まあそのボックスをこうサイドのね、3CMF の左と右に置くっていうのは結構その上下運動ができるんでいいかなというふうに使ってて思いましたね。まあやっぱこう1枚、本当だったらこの褒めって 3OMF なんですよね。そうだから全部3枚を CMF にしてるっていう、そうだね、形なんで、まあその要はできるだけ低い形、うんうんうん、でまあ2ボランチの、まあ、ダブルアンカーのやつらと距離が近い感じになってるんで、はい、中も硬いですし、やっぱ締め寄りだし、ね、この辺はやっぱりさすがに硬いですね。あとはここでね、カウンターでこう押し上げていくという感じですね。ただここでやっぱサイドバック欲しくなってくるのかなっていうところはあるね、こういうところでね。さあここでファビアン・ルイス、いや、いいよ、ナイスプレーメーカー。エンゾンジ、タメル、いいよ。圧倒的にね、パスをつなぎやすいですね。うん、ここファビアン・ルイス、いやー頑張った、ウーバッペ、いいよ、いやー惜しいね。でも流せるとね、まだチャンスになるけど、うん、守備、さあ守備どうする、ここ1枚かける、うん、サラはダブルタッチ入れられて、さあここちょっと時間使われるけど、バランがここでもう一回奪った。安定の守備力の高さですね、うん、まあ、やっぱ、収縮はするんでね、ものすごい、うん、締め寄りなんでね、まあ、硬さはやっぱ442でも、まあ、こっちの方が逆に硬いみたいなところまであるかもしれないです ね、多分ある。ここマンテウスなんでね、ここ流したいっすね。この奪われた後ですよね、うん、この攻撃でミスった後が結構ウィレアプリの場合はやっぱ来られるんですけど、ただここがやっぱり、守備ガスガスいけたりとして、またすぐマイボールにできて、うん、この近い距離感でパスが回せるといったところ、うん、さあマーティウス、グエンドジ、エンゾンジ、ここ一回ためる、エンゾンジからバリオスを一回経由、バリオス、ここもためる、ムバッペ、ナイスため、マーティウス、ムバッペ、ムバッペ、あそこはバリオスがね、めちゃめちゃためてたけど、うん、まあ、あそこで持てると、まあやっぱ一個ね、そうだね、ほぼもう、うん、決定打出せるんでね、まあ守備からやっぱ入ってくっていうのが大事ですからね、うん、この結構なんか最初はめっちゃなんか火力あんまないのかなと思ったんですけど、うん、これをね見た時、はい、ただなんかなんて言うんだろう、結果点が入るんですよね。やっぱこのカウンターがやっぱものすごい刺さるって、うん、ぶっ刺さるん でこのなんて言うんだろうな、あんまり前にも張り付いてないんで、そうだね、こうなんか横を使って膨らませてみたいな感じができるんでね、うん、試合率がむちゃくちゃ上がるよね、うん、やっぱりこれをやることによって。ファビアン・ルイスに落ちてくる、当たんなければ、ね、この後のね、ここでの守備はまあ行って、あとここはもうね引いて守るみたいな感じで、硬い、うんうん、これは結構相手からしたら厄介ですよね。すごい結構ガッチガチに硬いんじゃないかなっていうところだよね、うん、ここネドベト、ここで奪われて、またこれもピンチ、ノイズキンいるけど、このやっぱり中の硬さね、うん、なんか硬くて息苦しくて、サイド叩いてくる、ここバリオスみたいな、これいいよね、う中がこうそうだ、ね、ギュギュギュッとしてるんで、あーっと相手が外に広げたところを、そうなんか相手のプレーが分かってくれば分かってくるほどはめやすくなってきますね、うん、攻撃パターンが、この人こういう人なんだっていうのが分かってくれば分かってくるほど、あ、もうじゃあこうはめようみたいな感じのしやすい、まあ、それだけ守備の人数もいるんで、う
かなりね、パスも回しやすいですし、うん、シミオネ、この形出してるんですけど、おもちゃ TV で。うん、ただこういった発想はなかったんですよ。おもちゃ TV のダブルアンカーとかよく使ってたんですけど、うん、まあ、今回ね、動画で紹介させてもらうという形だったんですけど、はい、まあ、皆さんの方でもね、うん、まあ、最初言った通り、ちょっと結構いろいろがマイフェイバリット褒めじゃないですけど、はい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 、僕はこれでやってますみたいなのあれば、まあ、あればぜひぜひね、うん、コメント欄で教えてもらえればなと。なんかもしよければそういうアイデアがあればね、そうですね、ぜひ教えてもらえるとありがたいなというふうに思います。はい、よいしょー、さらっ